皆さんこんにちは。スピリチュアルカウンセラーの片山達子です。今日はですね、初めての試みです。皆さん夜はよく眠れていますか？私は小さい頃からずっと、2年前ぐらいまでかな、よく眠っていました。すごく眠っていました。もううちの両親はね、私が一回眠るともうどんな地震が起きても起きないので、何かが起きたら大変なんじゃないかと心配するぐらい、一度眠ると一度も起きたりとかはしないタイプだったんですね。ただここの 2,3 年ぐらいで、おそらくですね、更年期が始まってるからなのか、眠れない日が続くようになったんですね。でその時にどうやったら眠れるんだろうと自分の中で試行錯誤して、皆さんも経験が多分終わりかと思いますが、眠ろうと思うと余計に眠れなくなりません？で私の場合は足がムズムズしちゃったりね、なんかもう逆にその時にいろんなことを考えてしまったり、眠れないと皆さんも終わりでしょ。眠ろうと思った段階でなかなか眠れなくなるのが私たちだなと思います。その時の脳が何が起きているんだろうと自分の中で分析をして、今日はですね、その私自身も眠れなくなった経験と、今現在も眠れなくなる日があったりとかして、 YouTube の動画で眠れる動画を探したんですね。でいろんな音を作ってくださる方々の動画を見たんですが、それでもなかなか眠れませんでした。で考えたんです、私が作ってしまおうと。今回は私自身が眠れない経験があって、自分自身で眠れる音を作って睡眠を誘導して心地いい睡眠を作ろうということが発端なんですが、もしそんなに眠れないとかっていう悩みがなかったりとかした方でも、この音を聞いて眠ることによってとてもいい睡眠の質に誘導できたらいいなということも考えました。なのであと悪夢をね、見やすいとか、途中で目が覚めて、ああ怖い夢だったなという経験もありますよね。そうするとその後眠りづらかったりとか、またあの夢を見てしまったらどうしようとか、そんな経験もありますね。なので悪夢を見てしまった人ですとか、今日嫌な夢を見たら嫌だなとか、あとは最近やっぱり眠りづらいな、そんな方に聞いていただきたいんですが、先ほどもお伝えしたように、いやよく眠れますよという方も、質のいい睡眠に今日私が誘います今日の動画はもう完全保存版というのか、まあ保存されるものなんですが、毎日のように皆さんよかったら聞いてみてください。今日一回聞いて脳を眠りやすい脳に切り替えていくので、私自身も自分が作った音を聞きながら眠っていきたいと思います。そしてどんな変化が起きるのか、私も聞きながら感じていきたいと思います。それをいつかの動画でこの感想ですとか上げていきたいと思います。もしよければ皆さんも聞いた感想ですとかコメントにね、書いていただけたら嬉しいと思います。通常ですとこの YouTube は最後に締めの挨拶とかね、入れているんですが、眠ってる最中にもう心地いい眠りについてるのに私が喋り始めてしまったら、皆さんが目を覚ましてしまったり、あたっさん最後何を言うんだろうと思ってね、最後まで目を開けて起きて聞いてしまう方もいらっしゃるかもしれないので、ここで初めにお伝えしておきます。最後はお話はしません。なので本当にもう聞きながらそのまま眠ってみてください。そしてもし眠っていたとしても、この音を聞くことによって質が高まっていくと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。ずっとそばでただ音を流すだけではなく、私自身がそばにいると思っていてください。邪気を払いながらいい夢が見れますように、いい時間になりますように、質のいい睡眠が取れますように、そばでずっと見守っています。